も斉藤紳士でございます。さあ、今日は雑談会なんですけれども、まあ、ちょっとね、何名かの方に言われたんですけれども、芥川賞紹介というね、芥川賞紹介シリーズというのをやっておりますけれども、それのようにですね、ぜひ、直木賞の方もね、やってくださいみたいなことを言われることがありまして、非常にありがたいんですけれども、ちょっとそれはどうかなと。思うのが、やっぱり、一応芥川賞受賞作紹介シリーズというのは、ストーリーをね、追って、で、まあ、純文学というものの性質上、ストーリーを追いかけても、まあ、それ自体にはそんなにその支障がないといいますか、そこに言ってしまえば醍醐味っていうものなくて、ストーリーを追いかけましたと。で、人が、主人公がこう動いて、例えば物語が展開していって、その中でどういうふうに思ったか、どういうふうに他人と関係していったか、また主人公はどういうふうに、行動に移したかみたいな、部分、まあ、つまりストーリー自体が起点となって、浮かび上がってくるものっていうものが重要な、ところになってくるので、ストーリーを追いかけました、ストーリーを言いました、で、そこから浮かび上がるものっていうのが本題のような気がするので、ストーリーを追いかける紹介動画っていうのは別にしてもいいかなというふうに思うんですね。というのは、まあ、例えばですけども、蹴りたい背中っていうね、話がありました。背中を蹴りたいと思ってね、蹴るっていう話ですけども、っていうのは別にいいじゃないですかね。で、まあ、そこの細かい話だとか、そのどうしてそういうふうに思ったかっていうところが純文学のうまみなわけで、例えば大衆文学、直木賞を受賞するような作品でそれをやってしまうと、ストーリーっていうものが結構面白かったりするわけじゃないですか。こうやってこう、それこそ振って振って最後にここで落としましたよとか、あれが実は伏線になってこういう物語になるんですよっていうのは、その言ってしまえばストーリーを追いかけるということ自体が一つの醍醐味っていうものもこう晒してしまうような状況になるので、あんまりよろしくないかなというふうに思って、今僕はちょっとそれはやらないようにしてるんです。まあ、なんていうんですかね、軽いストーリー紹介とか、っていうのは全然いいと思うんですけれども、例えば芥川賞受賞作みたいな感じでがっつり10何分20何分30何分かけてストーリーを追いかけてしまうと、読む必要性がないっていう人も中には出てくるかなと。ね、どんなお話か知りたい、お話がこう展開するんだっていうところの、面白さって絶対あると思うんで、だから浜村淳さんがね、今からやる言うてる映画のストーリーを全部言ってオチまで言いますから、実はその男、ずっと主人公と一緒にいた男が実の父親だったんですね。さあ見ていただきましょういや誰が見んねんと、もう分かってもうたわ全部ってなるんで、それはね、ちょっとやはり、ね、よろしくないんではないかというふうに思うので、やらないようにはしてるんですけれども、なので、まあ、直木賞とか、まあまあ、直木賞を受賞した作品とか、まあ、大衆文学を全てにおいてですけど、まあ、皆さんね、どうかそれは手に取って読んでいただいて、楽しんでいただけたらなというふうに思いますので、今後も直木賞を受賞作紹介シリーズはやらないと思います。ただ、直木賞を別に取った作品を軽くね、紹介する、ほんまに、2、3分でこれ面白いんですよ、ざっくり言うとこんな話ですぐらいの、軽い紹介っていうのはやるとは思いますけれども、芥川賞紹介シリーズのような感じで直木賞受賞作紹介シリーズという感じはちょっとやらないかなというふうに思ってますので、大変申し訳ございませんという、今日は動画でございました。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。